チャオ、あちゃんです。今日は何日かな。3月14日土曜日、あちゃんの朝ごはん、とりあえずパンだけ。ああ、眠たい。昨日電話ライブもね、全力でするからさ、脳みそが悲鳴を上げちゃう。はい、でも楽しかったよ、みんなと話できてありがとうね。はい、電話ライブとかするとね、こんだけやっぱファンがいてるんやーって再認識できんね。ありがたいことです。はい、ね、あちゃんのこと必要としてくれてるっていうのがね、すごい嬉しくってね、うん、やっぱり生でね、必要のない人間やっていじめられてきたし、うん、みんなからね、手下げすなされてくるとね、うん、必要にされることがすごく嬉しいね。だから昨日のライブはすごく嬉しかった、うん、ちゃんってね、何もできへんしてやし、ね、人にね、なんていうのかな、影響力もなく、もう影の存在だよね、実は。だから、まあ、今でよく言う陰キャとかね、って言われていじめられてたりするでしょ。まさにそんな感じやったんよね。だからあんまり悲しい過去を思い出したくはないんやけどもね、だからこそ今からみんなに必要とされるとね、すごく頑張ってしまう、嬉しくなってしまうね、うん、もちろんね、女優魂でいろんなことするけどね、こんなほんまはこんなことできる人間じゃなかったね。裏話でした。ちょっと焼いていくわ。トマトはね、トライアルが安いね。もう値段上がってるか分からないけど、99円やって。120円ぐらいするんよね。あ、コーヒー向こうやな。もうちょっとこっち残ってへんのかな。マニュー 100% コペコンってへこんねんのに、マニュー教えても初めて知ったわ。よいしょ、では食べましょう。はい、焼けました。ちょっと目がね、すごく霞んでね。仕方ないね。いただきます。うん、一番前あったのが多いのがロースハムのピザトーストやけどね、簡単やし美味しいしね。鼻が
セリフがどこか見えなかった。え、このセリフを言うと残った。片付けなかった。今日コーヒー濃いめ。うん。嬉しいです。もう金舞台。まあ今日土曜日やからね。ゆっくりでいいんだけど。今日は子供たちはどこに行きたいとこだかんね。鹿ちゃん動画をねもっと作らなあかんね。今日の鹿ちゃん動画がないから、うん、みたいな。明日大丈夫かな。できたら明日できたら買い物行ったらいいな。やっぱ中身ですよ。うん、そうね、ゆっくり。明日ちょっと出かけようかな。
うん、そうやな。日曜日に何かオフ会場、4月か5月ぐらい、コロナがちょっと収束するぐらいに何かちょっと大きなイベントしようかなとは思ってんねんけどね。もうまあ土曜日とかもいいしな。結構ね、前一回ね土曜日に、京都の鉄白やってんけど、まあその時は4人5人ぐらいしか集まらなかったんやけどね、土曜日の方が都合がいい人が結構おったりもするし、逆に土曜日じゃないと来れへん人、平日じゃないと来れへん人ってバラバラやから、なっちゃん的にはね平日の方が加減がいいのはいいんやけど、まあ土曜日でもいいんで今度土曜日にしようか。日曜日するとね月曜日お弁当あるんでしんどいから、ね、だからこんな感じで、まあ今3月4月3月ちょっと詰まってるからしんどいから、もう1回ぐらい入れられるかな。16、19でしょ、26、7、8、9まあ入れて21、22ぐらいか。春休みはね、まあ、もう23、20になったら、まあ23入れてもいいけどな、東京。黙ってしれっとロケ行っていこうかな。まあちょっと悩んでんだけどね。まあ一回ちょっと調整してみて、でまあでもロケをね増やしていった方が動画的には面白いでしょう。家でこうやって喋ってる動画とか食べてる動画でも、家でずっと喋ってる動画食べてる動画をずっと見てくれて、あっちゃん変わったって言ってくれた人もおったからね、まあ家の動画も減らすわけにもいかへんしね、まあちょっといろいろしたいことがあってね、家の中でもしたいこともいっぱいあんねんけどね、なかなか家の中でするのがね難しなってきて、まあね子供がおったらねどうしても家の中がね、撮影って難しいのよ。でまあでもやろうかいろいろとね、ただ難しいのはね、まあプラモデルとかね、ああいう組み立て系最近までやってないしやりたいなと思うんだけど、あっちゃん手元どこで作るかって、この辺で作ったりしたりするでしょ。そこを写すとまた違うものが写ってくる。で手元は見せへんかって意味がない。でこの高いところで作ると結構手が疲れるみたいなんで、なかなかね作り物動画って難しいね。まあ別にあっちゃんなんか写さんでもいいんだけど、でもそうなってくると今度手元だけになると手元をもっと広角にしないといけないとか、広角にすると、また見づらいとかね、なんか難しいね作り物動画ってね。まあ2カメラ3カメラ使ってやったんやけど昔ね、納得のいくもんができへんねんけどね。まあでもちょっと作り物動画でやりたいことがあってね、でやりますね。ちょっと待っててね。はい、今日一本作り物動画作ろうかな、撮ろうかな、土曜日でね、することないし、今日はゆるっと入れてるからね。はい、まあ、そんなこんなで、まあ、ちょっといろいろ考えてみます。はい、ということで、今日のあっちゃんの、朝ごはん、今日もね、ロースハムのピザと、まあ、あっちゃんの一番、ド定番だったけどね、一番好きなのは、卵サンデーだけどね、作るのが楽で簡単に食べられてね、美味しいって言ったら、ロースハムのピザトースト食べました。ごちそうさまでした。今日のあちゃんの朝ごはん良かったと思ってくれたら、高評価を、応援コメント、チャンネル登録して見てくれたら嬉しいです。ちょっとね、お出かけ動画とかロケ、オフ会、視聴者さん参加型っていうのをね、ちょっと増やしていくんでね、また考えていきます。またアイディアもらうのにライブするかもわかんないです。ではまたね。